はい、皆さんこんにちは。今日来てるのこちらなんですけども、どこの駅でしょうか。めちゃめちゃ新しくなっててビビり散らかしたんですけど、ここ青森駅です。最近ねリニューアルされて本当にここ新しくなりました。以前の青森駅といえばこんな感じの駅舎に青森とひらがなで書かれていて、味のある駅舎だったんですよね。この昔の1個前の4代目の駅舎は1950年代ぐらいにできた駅舎だったとのこと。だいぶ長い半世紀以上活躍して2023年24年あたりに現在の駅舎が完成したと。こういうもう体験できない昔の思い出とかって本当にね財産だなって思います。いくらお金積んでも買えないですからね。さあ、そしてこれが新しい改札に、あ、出た、青森名物のこのリンゴの主張の強い自動販売機。スイカ対応のエリアもだいぶ増えてきてるんですけども、今回焦点を当てていく JR 津軽線は IC 使えないので切符を買って入場する形になります。連絡通路もすんごい新しくなってて、昔はここは新しく建て替えられる前まではずっと多機能トイレの放送なんか流れてたんですよね。ちなみにその1個前の北海道新幹線開業する前だとこんな感じの青森から札幌行きのね表記なんかも見ることができましたと。僕結構青森札幌昔から来てたので、僕が撮影した昔の15年前ぐらいの写真を見ながら今回の動画を楽しんでいただければと思います。ではでは、11時1分この蟹田行きに乗ります。いつ来てもいいね。かつてのね新幹線開業前の名残がまだまだ残っている青森駅ですよ。日中はもう特急列車も本当に少なくなって普通列車しか見なくなりましたけど、これねしれっとここら辺にも青森駅のホームにもかつての特急の名残って残ってますね。割とこれとかね多分そうなんじゃないかなと思いますけど、ちょっと見えないかな。こうちょっとラインみたいなやつがこう敷いていて、文字までは見えないんですけど、多分ね特急白鳥とかスーパー白鳥、新幹線ができる前に函館行きの特急列車がここからもうほんと1時間に1本とかそのレベル、もっとかな、それが向こう見えるわ、そう、それぐらいのレベルで出発してたんで、自由席とか本当に混雑したんですよね。繁忙期とかは、ほら見えますかね、スーパー白鳥、2号車自由席書いてありますけど、こんな感じの緑色のバッタのような見た目してまして、で今札幌と旭川の方、北海道の方で一部の車両がねそれ持ってって北海道で走ってますけど、そう、八戸から青森経由の函館行きでしたね。チェックアウトが10時のホテルを9時50分に起床しまして、もうダメだ、髪をボサボサで今日はもうなんか不審者な格好してるけど、カシオペアの表記は残ってるんですよね。臨時列車のカシオペア号寝台列車は青森に一部青森行きの便なんかもあったり、青森経由して秋田に行くやつとかもあったりですね、これは残っていると。でこれをね熱、激熱、この東京方の文字、民間や福島方のこの文字も残ってます。今じゃもう直通で東京行くやつなんてもうほぼほぼないですもんね。まあ貨物は行きますけど、当時はすんごい長い客車が両方ともにね、大阪とそれから上野から来たブルートレインが、ね、日本海とあけぼのがこう止まってて、こう客さんでダーってこう鉄道マニアの方から帰省する方でね、こうびっしゅりだったのね覚えてますよ。本当に覚えてる。青森の本当に奥の海側のね北側のところですけども、ここ実はこう反対側からもこう昔はこう通路が設けられていて、でこの跨線橋を通って向こうの連絡船乗り場の方までねお客さんが行ってたんだと思いますよ。青函トンネルが開業する前の青函連絡船の時代ですね。船によって函館まで行っていた頃はこっちの方にもお客さんが来ていたみたいです。これ2番線と1番線の表記で、これ出口もカクカクっとした時代でなかなかにレトロですね。一応左下に JR マークあるんですけど、でもこんなのも国鉄時代とかのほんとギリギリの JR 補足してすぐぐらいに設置されたやつなんじゃないかな。こっち逆光かな、これです、よいしょ、 14K の表記ありますけど、 14K というのはこの子のことを言っています。最後まで日本で残った定期のブルートレイン。青函トンネルが開通してから北海道新幹線が開業する2016年の春くらいまでねずっと残り続けていたんです。でなんでこういう風な列車の紹介をしているのかというと、これから紹介する津軽線と大きく関わりがあります。津軽線の線路をこういった特急列車すべて通過して通っていたんです。当時の
北海道それから本州の連絡には欠かせなかった路線。これとかね、急行浜名湖、さっきの14系客車の中のラウンジスペース、こういうところでね、サイダーとか、まあ僕当時未成年だったんでお酒飲めなかったんで、サイダーとか当たり目とか食べるのね、楽しかったんですよ。ED79、ナックとファンにね呼ばれて親しまれていた機関車、この子が青函トンネルを引っ張ってたんですけど、新幹線開業で電圧が変わってしまったので、この子は走行できなくなりました。で、当時僕が中学生の頃の映像出てきたんでご紹介します。これ青森駅の映像です。正面あのオレンジ色の機関車に引っ張られて入ってきたの、これが急行浜田さんのさっき看板にもあった14系ですね。ちょっとね黒くなっちゃってるんですけども、青色の車体なのが分かるかと思います。でこれ音を聞いていただきたいんですけど、途中ガラガラガラーっと行ったり音がこうなくなったりとか、音の差がね激しいのが分かるかと思うんですけども、こことかそうですね、ガラガラガラーっとした音がね響き渡ってますけど、こういうブルートレインってだいたい電源車っていうものがついてます。こんな感じなんですけども、だいたい一番後ろの方に1両だけ誰も入れない謎の車両みたいなやつがあって、めちゃうるさいんですよ。これ電源車って言って、そこの1両から各ブルートレインのお客さんが乗っている降車に電力を供給している、これが割とオーソドックスな形だったんですけど、ハマナスのこの14系の場合は電源車がなくて、その代わりにその電源設備がお客さんが乗る客車の床下に、何両かの床下についているので、音が結構まばらなんですよね。なのでその電源がついている号車の座席とか予約しちゃうと、ちょっと若干ね他の号車よりもうるさくなっちゃったりとか、当たり外れのあるような、でそんなのもね楽しみの一つだったの覚えてます。逆向きに青森駅に入っていって、この正面この赤い機関車が、これから、北海道に渡る引っ張っていく機関車。さあそんなかつての主要路線に今日は乗っていきます。こちら津軽半島の方まで、伸びているこれです、津軽線。もうそのまんまですけど蟹田行きになってます。この終点の蟹田駅も、あの元々はそのブルートレインなんかの、あの車掌さんの交代、そこで乗務員の交代が行われていたりした終業駅ですね。昔の特急列車、函館に行く特急列車蟹田ほとんどの列車確かに、ね、停車してたんで、その駅の様子なんかもね見れればと思います。あの津軽線ってちょっとね地図載っけておきますけども、この青森から本当本州の最北端あたりにある三厩駅っていうところまで、伸びてます。ただねこの津軽線の蟹田から先の三厩 の北側の区間っていうのが、あの大雨かなんかの影響で路盤が崩れてしまって、今ねバス代行になっちゃってるんですよね。で新幹線開業前の特急列車どんなルートで行ってたかというと、津軽線出発して北に向かっていきます。そして蟹田駅を出発した後ぐらいで、現在でもそうなんですけど北海道新幹線の線路と交わります。でこれ地図よく拡大すると、この大台駅のすぐ近くに信号場があって、ちょっとだけこう線路が新幹線と在来線でつながってるんですね。この連絡線を渡って特急列車は現在の新幹線の線路の方に入って青函トンネルを越えていた。なので津軽線もこの大台駅付近で大きく2つに分割することができて、青森からそこまでは電化されていて電車も通れるんですけど、ここから先は今も昔も変わらずディーゼルカーが走る電化されていないのどかな路線になってます。ただ今災害の影響でそこに入ることは行くことはできないんですよね。バス乗らないといけません。末端はあの非電化路線だったので、青森から終点の三厩駅まで行く列車なんかはこんな感じのディーゼルカーで走っていたりしましたね。まあ、この列車は蟹田行きだったみたいですけども、まあただ新幹線開業前はあの特急列車に加えて貨物列車もね、まあ、今でもそうなんですけど走行するような路線だったので、その合間を縫って普通列車走行してましたんで、当時から相当肩身狭そうだなと思って見ていたのを覚えてます。1両編成ですしね。今は多分全列車はこんな感じ電車なのかな。向こうあの弘前行きとか秋田方面行きの列車止まってますけど、ここら辺の列車ともう変わらないような見た目になっちゃってますね。一応今日は青春18切符シーズンではあるんですけども、やっぱ終点まで行ったとて蟹田から先もう17時まで代行バスも出てないので、多分向かう方も相当少ないのかな。もうガラガラですよ車内は。だから地元の方の利用が多いんじゃないですかね。やっぱりそんな津軽線、当時の特急列車がガンガン走ってた特急街道時代の名残まだまだ見れますんで、面白いんですよこれが。さあ行ってまいります。ここももともとは東京青森を結ぶ東北本線の一部でしたけど、
青い森鉄道、岩手銀河鉄道になってからもう20年ぐらい経つのか。早すぎるね、時の経過というのは。佐伯川になっている青森駅を出発。青森の構造もすごく面白いですよね。こう逆 V の字、お山のような形になっているんですけども、ただね、ここをよく拡大して見てみると、ここの右と左の線路をつなぐ連絡線がこれうっすら書いてありますけど、これ残されてるんですよね。今でも青森駅を経由しない貨物列車とか、あとはその本州から来ていた、本州から北海道に抜ける寝台列車の一部なんかは、青森駅に入るとこうまた進行方向変えないといけない。で、昔のブルートレインとかって先頭に、まあ、動力引っ張る機関車をつけてるんで、その機関車の付け替えとかをしないといけないんで、相当面倒いので、この連絡線を通って青森を経由せず通過していた、まあ、現在でも貨物列車はそういう風なルートで走行しています。だから青森行くと貨物列車ってまあ見ないんですよね。ちょお客様、線路内の立ち入り危ないのでおやめください。さあ、そんでしばらくするとこの連絡線と合流するような形になりますね。奥見えてくるかな、草むらの中から見えてきた三角形の、左の辺の部分とそれから底辺の部分がこう合流するような形。ここはね、昔はすんごい特急列車走ってましたからね。で、もしね、来ることがあれば信号機とかも注目していただきたいんですけども、青森駅に入る手前のその城内信号機かななんですけども、やっぱね、太平洋日本海周りの両方の列車が青森に入ってたんで、信号機の看板の数もなんか10個ぐらい連なってるような超いかち信号機なんかも確かね残っていたりしたと思います。ちょっと今回撮れませんでしたけども、多分青森鉄道にあるのかな。さあ、そしてここまでは新青森方面に向かう奥羽本線ですね、秋田とかに向かう路線と一緒に走ってたんですけども、ここでこの列車は分岐をしてさらに北の方に向かっていきます。今秋田と青森結ぶの特急津軽とかですけども、昔こんなの走ってましたね、特急カモシカ号。東北新幹線の新青森駅が開業する前、八戸止まりだった頃まで走ってたので、2010年ぐらいまでは青森と秋田の特急列車といえばこれでしたね。昔のその国鉄車両で特急カモシカ号、可愛らしいカモシカのイラスト、洗面台付近にはこんなのもありましたね。冷却、飲料水って書いてありますけど、紙コップを取ってちょっとこう言い方悪いんですけど、尿検査の紙コップみたいなやつにこう水を入れてね、紙のやつ飲むんですけど、僕はちょっとなんか怖いからさすがにやめとこうかなと思って飲まなかった記憶がありますけどね。昔ちょっと曖昧なんですけども、青森駅に入線する様子、3両ぐらいのすんごい短いような特急列車で、グリーン車もついてましたね。それからこれは特急津軽号、昔の津軽号は一回り、古いこの485系というやつで秋田青森間運転されてました。この時僕が乗ったやつはなんか知らないけど大館行きっていう、こう大館途中で止まってしまって秋田まで行かないタイプでしたね。で、これがちっちゃい時の僕、中1かな、なんか持ってるなと思って拡大してみたらカフェオレとパン買ってる。この時旅費にお小遣い全突破してたんで、お年玉とかも全投下してたんで、駅弁とか買う余裕もなかったんで、これで本当に400円、500円ぐらいで済ませてたのを覚えてますね。そう、駅弁って今考えたら相当高価ですもんね。いい感じのランチとか食べれるぐらいの値段当時からしましたから。さあさあ、ごめんなさい、話が逸れてしまいましたが、さあ津軽線で分岐してすぐあたりのところなんですけども、海峡線時代ここに大きな車両基地があって、今でも名残残ってますけども、たくさん本当特急列車とか貨物の機関車とか止まってたのを覚えてますね。奥には屋根付きの倉庫というか車両基地なんかもありますけど、今はもうソーラーパネルまみれで、しかもこれ線路の撤去にもきっとお金がかかるんでしょうから、こう河川はさすがに撤去されてますけど、その河川中残されたまま、それから古いもう使われなくなった線路残されたまま、その上に大量のソーラーパネルが置かれています。ここら辺ね、ほんと日替わりで置いてある車両とか変わってたんで、北海道行く前の特に夜行列車で青森出発した時に、夜の闇の中ね、カーテンにこう頭突っ込んで車両基地見て、今日はどんな車両が置かれてるのかなって日替わりランチ気分でね、
あの本日の運試しコーナーみたいな感じで珍しい車両とかが止まってると、わ今日はもしかしたらいいことあるかもなみたいな、そんなことをね思うのが好きでしたね。この辺りで津軽線とそれから車両基地から伸びてきた線路合流していたんですけども、その延長線上には電気関連の施設なんかが立っちゃってます。もう使われることはないでしょうね。そしてですね、この辺りから面白いところですよ。ローカル線津軽線なんですけども、途中にこの2つの信号機とそれから線路が3つに枝分かれしていて、それがこの線路が長い。油川という青森を出発してすぐ通る地域にある信号場ですね、こういうところで上り列車と下り列車の行き違いが行われていたと。今でもあの平日であればあの貨物列車とすれ違ったりするんですけど、一発目のすれ違いなかったみたいですね。当時は特急街道でもう上り下りで大量の特急走ってたんで、ああいうところで行き違いが行われていた。で、津軽線自体はそんな重要路線だったんですけども、これ単線なんですよね。線路1本しかないんで、ああいうところでうまくこう綿密に当時はねダイヤを組んで行き来させていたということになります。新油川かっこ新って書いてあるんで、名称は新油川信号場かな。青森を出発してまず一発目に停車する駅は油川駅なんですけども、この油川周辺もね昔からあの早朝青森に到着する列車なんかをきれいにあの撮ることができる鉄道写真スポットとして知られてましたね。沿線行くとね撮影地なんか今でもあったりしますけども、途中駅はあのほぼほぼ無人化されていると思います。ただ油川は青森と近いっていうこともあって結構立派な駅舎で、こちらには通過列車にご注意くださいの看板、片側に取り付けられた簡易的なホームなんですけども、こんな感じでこう3方向にこうスピーカーが設置されていたりしますけども、当時特急列車が通過するときにはこういうふうなスピーカーを使ってあの通過列車の注意喚起なんかが行われていたんじゃないかなと思います。一部の特急は止まってたのかな、この長いホームがもうちょっと柵がなされていて入れなくなってましたけども、ちゃんと残されてます。あとこれ津軽線といえばこれです。壁ずっと左側壁が続いて、その壁が途中途切れたりまた始まったりしてますけども、これは防風壁また防音壁だと思います。防音の方が意味合いは強いのかな。あとはこのね軽快に走る様っていうのはね乗ってて気持ちいいですね。最高時速は100キロ、当時の特急列車も100キロぐらいでぶっ飛ばしていたと思います。津軽線開業したのは戦後のこと1951年なんですけども、まあ、当時は青函トンネル開業していなかったのでもっとゆったり制限速度は80キロぐらいやったんじゃないかなと思います。でそこから青函トンネル開業に際してそこを通る特急列車の通り道として決定が下された。でそのタイミングでさっきの交換設備だったりとか、あとは特急が走るので防音柵なんか設置されて最高速度が100キロ前後まで引き上げられたんだと思います。なのでかなり高規格な設備が残っているということですね。次の駅に到着、踏切が駅のすぐ近くにあるんですけども、ここで、ね、踏切がレーザーレーダー方式っていう踏切が採用されていて、これが確かに結構新しい踏切だったと思います。特にこの地域冬だとね雪たくさん積もるんで、そういう雪だったりとかでこう踏切がこう誤作動してしまうことを防ぐためにこの辺りに試験的に導入されてるんじゃないかな。でこの駅とかも壁がすんごい高い、もう車両に乗って人間の目線よりちょい低いぐらいなので、だいたい2メートルぐらいは高さあるんじゃないかなと思いますね。特にこういう風な駅の近くには民家が密集しているので、こういう風な防音壁はかなり多くなります。まあ、ただ田んぼのど真ん中突っ切るとか周辺に民家とかがないところにはこういう壁なんかは設置されていません。ご存知の方ももしかしたら多いかもしれませんが、これ本州と北海道を結ぶこの青函トンネルのルートっていうのはこれ2パターンかつて考案されていて、東回りルートと西回りルート、結局この西の竜飛経由が採用されたので津軽線がこの大動脈になりましたけども、東側が採用されていれば大湊線が、まあ、その当時の津軽海峡線みたいな立ち位置になっていたんだと思います。大湊線の方が実はこの津軽線よりも北側の方まで伸びていて、下北半島かなり北にあります。なので、まあ、国防上結構重要な路線ということもあって、
大港線の方が津軽線よりもね古いんですよね。戦前に開業していて、で終点の下北駅付近からは線路がかつて伸びていて、本来であればそのマグロで有名な本当に最北端の大間の方まで大間線という線路が伸びる予定で、戦時中に建設が行われたんですけども、当時のね作りかけのあの橋なんかこんな感じのアーチ橋なんかそのまま残っていたりします。これ結構面白くて、こっちが採用されていたらねまた今の光景はねなかったんだと思います。結局津軽海峡の方が水深が浅いとかそういう理由でこっちが採用されました。お港線の方を経由するとね結構深いところをね通る必要があったみたいです。おお、来た来た来た、貨物列車とすれ違いですよ。交換設備が結構頻繁に設けられているので両方ですね、動いたまますれ違います。今北海道を抜けたてほやほやの貨物列車で、このコンテナももうびっしりですよね。空のコンテナ一個もないんじゃないかなっていうぐらい、特にこの日確か平日だったと思いますんで貨物列車の本数も多めなので、今でもそうなんですけど津軽線乗ろうと思って時刻表チェックしてみると、あの途中の駅で謎のなんか5分停車6分停車みたいな不自然な停車時間が設けられている駅があるんですけども、そういう場合はだいたい貨物列車との行き違いだと思います。前まではここの青森北海道行き来する貨物列車ってこんな感じの EH500 っていう、これ関東とかでもまあまあよく見る電気機関車なんですけど、これが使われていたんですが、まあ、ただ新幹線の電圧にこう電圧が変更されたことによってこの子は通ることができなくなり、今先頭についている機関車も新幹線開業後に運用されることになった比較的新しい機関車になってますね。あれがっていうか、もうこの貨物列車、あの北海道新幹線と同じ線路上を走行するというロマンがあるわ本当に。ですれ違いを終えると速攻で線路は合流、再び単線に。ちなみに今お話しした大間線含む、本州最北端の旅行動画はひろき世界旅行チャンネルの方でアップされます。最近10万人行きましてありがとうございます。こちらもぜひ見ていただければと思います。さあ次の駅、左関駅に到着です。この駅はもろに防音壁がかかっている駅ですね。駅名表なんかもこれはもう当時のものじゃないですね。新しいものが設置されていて、あ、これです。あの今バス代行になっちゃってますけども、あの被災する前まではこの新型の機動車ディーゼルカー、これ東日本のあの青森秋田エリア五能線とかでも使われているディーゼルカーですけども、こういうやつが走ってましたね。でこれホームがめちゃめちゃ狭い、黄色い線の内側にお下がりくださいという、内側って本当にもう1メートルもない、ここ多分すごい50センチぐらいしかないぞ。これで特急列車が通過するのは当時危なかったでしょうね。100キロでバーンと通過していきますから、まあ、でも昔はそんなの想定していなかったでしょうから、ローカル線を改良して作ったので、こういう風なちょっとこうスペースが狭くなっている箇所も散見されますね。また走っているとちらほらとこれ補線車両ですかね、上にレールが乗ってますけども、津軽線のそのレールを交換する事業用の車両なんかも見ることができます。おそらく津軽線用だと思うんですけど、まあ、ここも旅客輸送はお客さんはねこんな感じで結構少なくなりましたけども、貨物にとっては重要ですし、しかも貨物列車の方が重さ結構重いので路盤に負担かかると思うんですね。なので結構ちゃんと線路のメンテナンスしないといけないんじゃないかなとか思ったり、あ、この中さ、この駅名表は多分海峡線時代からのものでしょうね。新しい青色になっていないのできっと数々の特急列車を見ているはず。6両か9両かなんかの停車位置もありましたけども、中沢駅かな、この駅には特急列車もしかしたら一部止まっていたのかもしれないですね。駅に対して線路の長さものすごく長くなっているのがこの津軽線の特徴ですね。ほら、このホームを越えたら普通であれば合流する、全部線路合流するはずなんですけども、まだまだ伸びていきます。海峡線時代のそのスーパー白鳥とか一般的な特急列車であっても確か7両8両とか、特に繁忙期とかだと夜行列車なんかは結構2両ぐらい多めにくっつけて
走行していたりします。さっきの急行浜那須号の場合だとこんな感じの造血21号車という謎の、ね、車両が繁忙期にくっついたりして、なので貨物列車だけではなく当時もね旅客列車で長い両数を持った列車というのがガンガン走っていました。そして次に到着する駅も結構面白くてですね、右手を見るとなんだかこう低いホームがそのまま残されています。でも上にはこうツタみたいなやつが生い茂っちゃってて、もうなんか自然に帰りそうな感じですけど、これ蓬田駅なんですけども、もともとその津軽海峡線より前のその青函トンネル開業前のホームがそのまんま残されている駅なんです。蟹田まで乗ったんですけど、こういうふうに元のホーム残されている駅はこの駅だけだったんじゃないかな。3つのこの石が積まれていて、その上に設置されているホーム、もともと上り下りの行き違いができるような交換設備がある駅だったんですけども、津軽海峡線が開業してから長い列車に対応することができず、今では逆サイド、左側の方に新しい駅舎が設けられています。そうなのでホーム移転っていう感じですね。ただそのまんま、まあ、撤去するのにもお金かかるでしょうかね、そのまんま残されています。ほらこんな感じで、っていうことは、まあ、あのホームは1950年戦後ぐらいからずっと残されているんじゃないかな。こんな感じの高速列車が走行する路線って一線する構造って言って、こんな感じで線路分岐する際に片方が1本まっすぐで、もう片方がカーブしてるみたいな、こういう線形が多いんですね。なぜかっていうと一線の方まっすぐな方は特急列車が通過する際に速度を落とさずに済むからなんですけども、やっぱ津軽線の方はこの一線するのところももちろんね、さっきの油川駅とかあったんですけども、 Y 字分岐も多めですね。その Y の字に分岐してると特急とかであっても絶対通過であっても減速しないといけないので、輸送上のネックになることが多いみたいなんですけども、まあ、ただ当時の昔のやつをやっぱ改良しているので、スペースだったりとか元々の設備を流用する上でどうしても Y 字になってしまうんじゃないでしょうか。津軽半島って結構こう山あいの地形、特に内陸部にはね山があったりするんですけども、この津軽線が走行するのは割と沿岸部陸奥湾に沿って進むので、本当に列車も駅出発してガーッと加速してあっという間に100キロとか到達したりするので、走ってて気持ちよく、これは昔あの特急街道だった時の恩恵を受けているんだなというふうにね感じます。海沿いは走るんですけど、ただがっつりその陸奥湾の景色が見えるのって結構末端のカニターに到着する手前あたりのみなんですよね。それまでは割と海近いんですけども、がっつりは見えず、海とこの線路の中間にこう民家と道路が挟まっているようなこんな景色が続くような感じ。そして終点の1個手前、瀬平寺駅です。青森には野辺地駅って駅があるんで、なんかこの辺地ってやつは青森にゆかりのある地名なのかなとか思ったり、いろいろ推測するのも結構面白い。駅舎も結構立派、無人駅なんですけども、こう三角屋根の立派な駅舎になってます。瀬平寺を出発すると次は終点の蟹田、これ結構あっという間なんですよね。まあ、割と僕は撮影で結構注目して興味津々で見ているっていうこともあって、体感時間20分ぐらいかな、実際の所要時間は40分とかそれぐらいで、野辺地の手前で一旦山に入るんですけども、そこを抜けると一気に海岸線沿いに出ます。雄大な陸奥湾の景色、ちょっとあいにくの曇りですけども、下北半島の方見えてますね。向こうの方は脇の沢とかそういう風に呼ばれるような地域かな。で白いポツンとな船みたいなやつが見えますけど、あれは、まあ、おそらくなんですけども、青函フェリーもしくは津軽海峡フェリーの青森を出発してで函館に向かう便だと思います。実はまたこれも世界旅行の方でアップするんですけど、最近フェリー全く同じのね乗りまして、ちょうどあの脇の沢のちょっと西側のあたりの地域を通過したかな。本当はこの蟹田の周辺ちょっと歩いたところから、この陸奥湾フェリーって言って向こうの方下北半島の方まで渡れるフェリーがあるんですけど、今日はなんか整備かなんかでたまたま運休だったらしくて残念と思って、もし運行してたら乗ろうかなと思ってたんですけども、とんぼ返りすることにしました。さあ蟹田到着、終点の蟹田駅、
蟹田で、30分ぐらい撮影の時間あって、これがマジで嬉しい。2年前ぐらいに来たのかな、その時はもう蟹田着いて5分折り返しとかだったんで、全然ここら辺散策できなかったんですよ。なのでちょっと今日は念願の蟹田駅ですわ。でやっぱ長いホームが残されていて、でさっきね、あの列車乗ってきたんですけど、運転手さんの横にあのこうヘルメットかぶったね作業員の方がいらっしゃいまして、というのもやっぱここね貨物列車のかなりでかい通り道になってるんで、線路の点検整備、特に貨物列車すごく重たいんで、整備なんかやっぱり頻繁に行わないといけないんでしょうね。蟹田の奥にもね、あの線路の点検なんかをしてくださってる方々がいらっしゃいますわ。僕の記憶が正しければ青森函館に行く、白鳥スーパー白鳥特急列車ほぼほぼ全てが蟹田に、ね、止まってたと思いますね。ここら辺も多分、ね、白鳥の乗車位置なんじゃないかな。これよ、7% 休憩の表紙残ってる。78休憩、これですよ。あのスーパー白鳥号とかに使われてた車両ですね。嬉しいね。撤去せずちょっとこうファン向けになんかあえて残してるとかそんな感じなのかな。これ絶対もう使わないですもんね。もうでちょうど右側に止まってるやつあるじゃないですか。こいつがこの津軽線のあの民間駅終点の方に行く際に使われる列車ですね。でこの子をぶち込んでおけば、これねパンタグラフがついていないディーゼルエンジンによって走る新型車両なので、こうやったらね電線が走ってない電気が通ってないところまでも行けると。お、ちょっと待って、激アツだぞ。多分貨物列車ですね、これ通過するんだな。うわ、やばい、嬉しい。ってことはですよ、この列車はさっきからずっと後ろから貨物列車に追っかけられてきてて、で、青森出発してから一回も抜かれてなかったんで、ずっと逃げ切ってきて、で、ここでようやく後ろから追っかけてきた貨物に抜かれると。あ、来た来た来た、結構早いね。これです、今から青函トンネルを抜けて北海道方面に行く貨物列車。ちょっと一応黄色い線の内側にいるんですけどね、もちろんちょっと危ないから下がっとこう。さらに下がる。うわーかっこいい。うおーすごいね。わーいいね。列車が通過する際のこのガタンゴトンのちょっと地面がこう浮き沈みする感じ、列車にはない重みを感じますね。これ満杯よ。私たちが普段食べているなんか食べ物とか日用品とかもこれによって運ばれているかもしれないと。うわいいね、北海道行ってらっしゃい。作業員の方は向こうにね何名かいらっしゃったんで、警笛は結構多めに鳴らしてましたけど、このままこの先行ったところですね。駅の根っこの部分を見ると昔ながらの石が積まれていて、ちょっとホーム低めになってますね。1957の12月の表記があります。この駅開業したのは、まあ、先ほどの駅と同じく津軽線開業した51年なので、その6年後に作られたホーム。そしてこちらには太宰治の津軽という作品小説の一節が、刻まれているボードが建てられてます。これも津軽海峡線開業に際して建てられたものみたい。そしてこちらも蟹田名物かな、ニューヨークローマを結ぶ線北41度。これ看板、あの停車する特急列車とかね、あのそういった車内からも見ることができましたんで、僕はあの夜行列車に乗ってそれすぐらいなんかこの看板を眺めてた記憶がありますね。まあ、どちらかというと降りたことがある方というよりかは、なんかこう列車で走行してて通り過ぎるときに蟹田を見たみたいな、そういう方の方が多いんじゃないかなと思いますけども。乗務員の方々の拠点になっていた駅なので、向こうには乗務員室かな、跨線橋を渡って入るような長い小屋のようなものも設けられてます。やっぱオタク的な視点で言うと、最近できたやつよりこの JR 東日本カラーのねこの緑色が落ち着きますわ。しかも自体もちょっとね、あなんか昔の高速道路とか国鉄時代に使われてそうな、こうなんか言語化しづらいこうヘニャヘニャっとしたひらがなになってるんで、JR 発足すぐぐらいにつけられたやつなんじゃないかなこれ。さあ駅の方降ります。雪国あるあるのこの扉のついた跨線橋。いやー嬉しいなこれマジで。蟹田駅はもう死ぬほど通過してるんですけど、ちゃんと降りたのは初めてだわ。さっきもね駅あて列車乗ってる方ね結構いらっしゃいましたけど、そういう方多分蟹田降りて散策するマニアの方なんじゃないかな。これとかも多分スリップ対策
だと思いますね。滑れないような素材になっているんだと思います。面白い構造してるの、これがね、改札外の跨線橋みたいですね。構造を見るとなんかちょっと言い方あれする、あのちょっと 刑務所のあの檻みたいな感じになってまして、こっちは改札内、改札外で、で駅の東西をこう行き来するようなあの通路になってるみたい。ここ、一体化させたんだねこれ。そして蟹田といえばですけども、駅舎側にあるこちらの小屋のような建物、よく見ると蟹田の乗務員休憩室になってます。その津軽海峡線時代はこの蟹田駅で JR 北海道と JR 東日本の乗務員の交代が行われていたので、まあ、おそらくここまで運転した方がここに入って仮眠を取るなり休憩を取るなりということをしていたんだと思います。昔のブルートレインなんかもそうだったと思いますね。建物の財産表を見てみると、平成3年になってますんで1991年、なんかちょっと建物も若干こうバブリーな感じ、装飾が施されたこう明かりなんかが灯されていて、まあ、ただもう使われなくなったのか、今はあのバス関係の会社さんの関連施設になっているみたい。うわー、この建物とかもね、ちょっともう今何に使われてるか分かんないですけど、でもよくよく見るとね、すごい味のあるような、これ木造ですね。多分木ペンキで塗って作ってるんでしょうねこれ。もうこういうの見てね、昔のその歴史なんかをこう妄想するのめっちゃ好き。もう一生残ってもらいたい。津軽線はやっぱり廃止になってしまうとしたら、この蟹田よりも先の区間なのかな。ここは貨物が通るので、まあ、まず大丈夫でしょう。あとロッカーがこう大量にありますね。20個ぐらいのロッカーがありましたけど、それぐらいたくさんの乗務員の方がここを拠点にしていたということでしょうね。お、改札出てくるとこちらね、蟹田から民間への間運転取りやめ、大雨災害2022年からです。乗り場案内を見てみると、これも興味深いですね。海峡線時代のものだと思います。シールが上からかぶさっちゃってますけども、おそらく函館方面とかそういう風な北海道方面の表記があったんだと思います。うわ、これ8頭の危険昆虫がいる可能性がありますと旅行チャンネルの方で紹介したんですけども、下北半島の方ね、アブがものすごくて怖かったな本当に。蜂よりもアブの方が怖いわ。何もしてなくても刺すしね、やつら立ち悪い。さあこちらが、待合室になってます。結構広々とした待合室。そしてですね、蟹田の名産品なんかが飾られてます。下北半島はこれホタテね、むつ市行った時も食べたんですけど、プリップリのホタテが甘くて美味しいんですよ。これが酒のあてにぴったり。そして待合室には謎の水槽かな、これ、津軽カニオさんがいらっしゃいます。駅長さんだそうで、あ、こんにちは、すいません、鉄道 YouTuber させてもらっておりますひろきと申します。よろしくお願い。そう、この蟹田駅には観光カニスマ駅長津軽カニオさん、これ本物の、トゲクリガニなのかなが、まあ、いたらしいんですけども、まあ、ただ、まあ、多分この子死んじゃって、でそれを機にこれが設置されたんじゃないかなと思いますね。癒しの日々をありがとうと。症状もこちらにありましたね。あなたは平成24年から今日まで、でこの日付が25年になっているので約1年間駅長さんとして、こう役割をね果たしていたんだと思います。1年間か。でカニの寿命ちょっと気になって調べてみたんですけど、タラバガニとかズワイガニなんかは平均寿命、まあ、その自然界で殺されない限りは15年近く生きるみたいですね。そんなの初めて知りましたけども、カニスマ駅長さん、ちょっとこうなんか左上にく、なんか花飾りかなんかつけてるのかな、ちょっと可愛らしい。内部は一部これ木造と、それからレンガで綺麗にリノベーションされてるのかな。あのすごく居心地のいい駅でしたね。で外で撮影してると、もうバンバンと貨物列車が通過をしていきます。普通列車よりも全然貨物の方が本数は多いんじゃないかなと思いますね。で駅舎は結構新しいなと思ったんですけど、どうやらこれ旧駅舎の様子載っけておきます。こんな感じなんですけども、形がもうそのまんまなので、おそらくリニューアルっていう形だと思います。なのでもう開業当初からの木造駅舎、それを、まあ、上から塗装するなりして新しくして、建物はそのまま同じのを使ってるんだと思います。駅はねすごくレトロ味のある駅舎なんですけども、でも多分リニューアルされてますね。だいぶ新しいレトロ調を意識した新しい駅舎っていう感じになってます。で一応駅前には休憩所なんかもあるのかな。で
ただね飲食店は少なめで、周り調べてもそこまでなんかご飯食べるところとかはねあんまりないみたいですね。運賃表はこんな感じ。青森からは510円です。さらに2つ先に行った大台駅まで行ったら、北海道新幹線の方に向かう線路なんか見れたんですけど、ちょっと運転見合わせで厳しそう。バスが運行されているんですけども、次は本当5時間後とか17時台とかだったんでちょっと残念ですね。そしてこんなポスターも貼ってありました。これは蟹田駅だけではなくて他の駅にも設置されているのかな。撮影時の周囲がこうイラストで描かれていてですね、まあ時折撮り鉄の問題っていうのは結構あのニュースで取り上げられたりして、印象はまあ普通の方からしたらもしかしたらよろしくないかもしれない。でそんな中でもやっぱりこう撮影していいですよと、こういう風な撮影ポイントまでちゃんと一番ホームのどこどこですって表記してくださって、この蟹田駅とそれから JR 東日本さんの、まあ、寛大な計らい、まあ、それに沿った行動を取っていきたいなという風にね、思いますね。そしてこの看板は新幹線開業前からあるやつだと思います。これ分かりやすいですね。上の方が蟹田駅、進んできて大台駅の手前でこう左側に入る海峡線と書いてありますけど、これが津軽海峡線時代の青函トンネルに続く線路で、この海峡線時代の線路を今でも北海道新幹線が使っているような形になります。もうほぼほぼ同じルートっていう感じですね。でこれはちょっとマニアックな視点にはなってしまうんですけど、これ電線には2万ボルト強力な電気通ってるんで注意してくださいねの張り紙なんですけど、肝心なこれ通っているのはこうブルートレインなんですね。で引っ張ってるのはディーゼルカーなんで、ディーゼル機関車なんで電気必要としてないやつが映ってるっていう、これはもしかしたら JR 東日本さんが狙ってね突っ込んでもらえるように作ったんじゃないかなとかね、そんなこと思いつつ、おこれは蟹田駅のこの緑の駅名標、だいぶ昔からあるものなんじゃないかな。さあそして30分ぐらいの散策を終えて、こいつで青森駅に帰ります。この青森11時台ぐらいに出発する津軽線の場合だと、蟹田駅に滞在することができる時間30分ぐらいなので結構ちょうどいいですね。他のダイヤの場合だと蟹田ついて5分10分で折り返しのダイヤも確かあったと思います。僕前それで来ちゃってなかなか蟹田で時間なかったので、この11時台の折り返しはおすすめ。時代の移り変わりを経ても風化しないシンプルさ、これをコンセプトにしているこの新型のディーゼルカー、いや本当にこれシンプルなデザイン、洗練されたデザインになっているので、この子が運行開始してなんか 4,50 年経った後でもそんなになんか古さを感じないんじゃないかなっていうのを確かにこう想像させられるようなデザインだなと、コンセプト聞いてね僕もあの腑に落ちたというかね、腹落ちした、そんなことがありました。さあ帰りは陸奥湾の景色を眺めて青森まで戻ります。やっぱこう普通のローカル線とは一風変わったような、特に歴史なんかお好きな方は津軽線の車窓を眺めつつ、まあ、美しい景色だけではなくていろいろ妄想がこう広がるような路線になってますので、ぜひ乗ってみてください。ではありがとうございました。